はい、さあ行こましょう、ガンガン企画やっていきましょうか。はい、ガンガン行こうよ。次は令和勉強会。はい、はい、ここに来て勉強するの、はい、このコーナーは令和に流行っているものを学んで今後も時代に乗り遅れないようにするためのコーナーです。はい、フリップを用意したので紹介したいと思います。はい、まず令和キーワードその1、Be real、ガチ勢。どういうこと？全然、これがもう流行ってる。もわからない。え、これ今流行ってる言葉ってこれ皆さん、あの盛り上がりすぎて NG ワードで、あ、確かに多分それをこうあの引っ張り出そうとしてると思うんですよ。ここで急に勉強会なんて、うん、なるほどね、なるほど、ああやば、こういうやつね。そうそう、なるほどね、危ないよね、今のね。ちょ、ここに出してね。ささいな相槌です。これは何だと思いますかっていう質問ですか。そうです、どういう意味、この言葉、意味を話すんですか。Be real ガチ勢。意味を、意味、意味、え、もうこれがそれは若者がそんな使ってるんですか。だから、あ、はい、はい、Be first よりホットなグループのことを言う。おう、なるほど。 Be first、 Be だけ、 Be だけ。これ酔うてるな、もう、ね、目真っ赤やんか。違うか、ビーリアルガチ勢。どういう意味、ビーリアルは。え、もう本気ってことじゃん。ビーリアルという SNS を知ってますか。知らない。でもこれもうその時点で分かる。その時点で分かる。あ、分かった。あ、分からんわ。ビーリアルは分かんない。じゃあ TikTok しか知らない。答えいきます。おう、はい、答え正解は、はい、通知が来てから2分以内。写真投稿 SNS の Be Real というのがありまして、はい、通知が来てから2分以内に写真を投稿するルールがあるんですが、その2分間で真剣に投稿する人たちを Be Real ガチ勢というそうです。え、どういう意味。まあこれ知らなくてもいいな。あ、まあ俺の人生にあんま関わりない差し支えはなさそうです。次行きましょう、はい、2つ目はテーテー。これは何でしょう。テーテー、テーテー、これ当てに行くゲーム。これだったら多分テーテーという SNS があって、あ、これも SNS ね。2分以内のやつちゃうか、これ。そうですね、ペーペーみたいなやつ。これペーペーみたいな。テーテー、これで支払いはテーテーでみたいな。これ本気で当てにいっていい。わかる。低レベルのやつ。おお。でもそんなさ、テーテー、人に対してさ、お前テーテーやなって言うのもどうかと思うで。しかもそれが流行ってるっていうことですね。人をけなすってことでしょ。それはないです、そんな言葉。世の中にあってはいけない。何や。なんや、やりにくい。やばい。あれ10周年そんな終わりかの人のことをそんなテーテーなんて言ってはいけない。いけない、うん、だってこの今10周年はね、はい、僕らライブ来てもらってると思うけど。ヒント見て、はい、人に向けての言葉ではあるよ。それは分かるんですけど、その言葉だったってことね。そうそうそう、分かった分かった。こういう、当てていい、当てていい、はい、ちょっと待て、テーテー違う、ちょっと待て、これ当たった時違います、違います、違います。テーテー、人に対してでしょ。まあせいぜいが、まあてーてー頑張れやってこと。あ、こと、うん、違う。でもそんな感じなんかな、そういう系なんかな。もう答えいきましょう。はい、わからない。正解は自分が好きな特定のアイドルやキャラクターに向けて尊いという感情を表現する言葉です。ちょっとこれ時代に反比例しとんな我々。大丈夫か。全く全然分からへんの。聞いたことないこと。聞いたことないよ。俺ね、あと尊いっていう感情が分かんないんですけど、どういうことなんですか。エモい。どっちかって俺エモいが分からへん。尊いってエモい。尊い。そう、人に尊いって思うから。あ、どういうこと。つかめそうでつかめない。いや、だからあれじゃないの。あ、尊い。英語で言うとクールみたいな感じさ。あ、その、あの、意味は違うけど、クールっていう文字だけやったら冷たいって認識するけど、まあ、なんかかっこいい、かっこいいとかもあるし、そのやっぱそういう認識の違いが若干あるんじゃないですか。あ、そうな、尊いってなんかこう、掴めそうで掴めないみたいな、その、やべ、あ、じゃあ、じらされてる感じってこと。尊いって、正解は分からへんけど。え、愛しいみたいなもんじゃないの。あ、そうじゃない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 、そうじゃ、全然ちゃうからな、クールと。え、いや、違う、その、考え方の角度。ちゃう、全然ちゃう。まあこれ以上はね、行こうか、また次の。これあれなんだよ。はい、次、三つ目。はい、間違えたらこれ行くもん。これなんか罰出てきたらこれ行こうかもん。オッケー。猫ミーム。
コミほんまに流行ってんのか。確かに聞いたことないで、今んとこ一個も聞いたことないで。ネコミーム、はいはい、 TikTok で流行ってます。あ、ダンスの名前どうでしょう。惜しい、惜しい、三角。ダンスの振り、お、フィルター、もっと惜しい、あ、近いってことや。ダンスどんな、あ、じゃあ猫やろ、それ。ちょっと、お願いして、猫ミームのダンス仕方がないな、仕方がない、ちょっと、ちょっと猫ミームのダンス、はい、猫ミームいきます。猫ミーム、ね、猫ミーム、猫ミーム、これ確かに、いや、正解じゃん、これ正解やって、絶対正解やって、これは来たんじゃない、絶対正解、ほら正解来ました、正解がおったから思った。違うんかい。日常生活の中で起こった出来事を猫の画像や動画を利用して面白おかしく表現する。でもある意味正解やん。うん、猫 の, 猫の動画とか画像を使うんですよ。あ、違うな、はい、ちょっと待って、じゃあ俺の踊ったのじゃあ踊りゾーン踊りゾーンや、ちょっと恥じかない。でもほぼ正解、うん、ほぼ正解か、ほぼ正解か、まあでもいいじゃん、まあまあまあでもいい、はい、じゃあね、はいはい、まあ、令和も勉強できたということで、はい、お祝いメッセージがまだまだ届いているので、紹介したいと思います。今日、お祝いメッセージがほとんどなんだろう。そういうことね。はい。じゃあ、スタート。